い、どうもこんにちは、ハゲルです。今日も初心者ギタリストさんのお悩み答える動画やっていきたいと思います。今日はアコギとエレキ、これどっちもやってもいいんですかっていう、これです。アコギ始めたばかりなんだけどエレキも欲しくなってますとか、まずは片方で練習した方がいいんでしょうかとか、これね結構聞かれるんですね。なのでお答えします。結論、どっちだっていい。基本的には両方手を出して下手になるってことはないと思いますので、まあ、両方やりたいんだったら両方手に入れちゃってくださいって感じですね。そう思う理由を3つお話しします。1つ目、練習時間は多分増える。2つ目、弾き方はほぼ同じ。3つ目、やりたいならやれ。これです。まあ、まず1つ目ね、練習時間は増える傾向にあると思います。まあもちろんギターを2本持ったからって1日の空き時間が2倍になる。そんなわけはないよね。ただ、あなたのギター弾きたい欲のこの総量というか、あと、まあ結局練習時間がね、なんかちょっと増えると思うのよ。あのアコギが弾きたい時とかエレキが弾きたい時ってなんとなくみんなあるんだよね。今日は疲れたからアンプとかセッティングめんどくさい、でもアコギなら弾こうかなとか、アコギは指痛いけどエレキだったら弾けるぞとか、駅で弾き語りしてる人見たらやっぱ無性にアコギ弾きたいなっつって帰ってアコギ弾くとか、あとギターの練習したくないけどエフェクターではちょっと遊ぼうかなみたいな、なんかそういうのあるじゃないですか。なんだろう、米は好きだけど今日はラーメンの気分とか、彼氏のことは好きだけど友達とも遊びに行きたいみたいな、そんな感じ。まあこんな感じでさ、選択肢が複数あった方がなんとなくモチベーションって高く保てるような気がするでしょ。なので米が好きなら米だけ食ってろとか、彼氏がいるんだから他の人と遊びに行くな。はぁ、あ、どうですか、はぁ、あ、って思うでしょ。確かにはぁって思ったって方は今後高評価ボタンください。てかもうそもそももっと根本的にさ、こんな時間だからアコギは弾けない、でもエレキだったらとかあるじゃないですか。なのでまあアコギとエレキどっちも手に入れるのはとってもありだと思います。次、じゃあ2つ目の理由ね、どっちもほぼ同じっていう、これなんだけど、あのね、アコギとエレキ基本的には弾き方は同じです。チューニングも一緒だし、コードもドレミも一緒です。でアコギとエレキの違い、まあせいぜいスニーカーとブーツくらいの違いなんじゃないの。どっちも足に履くものですよね。どっちも両足セットで買えますよね。そしてどっちで歩いてもちゃんと歩いてることにはなるじゃないですか。まあそれと一緒かな。まあまあそんな感じで、どっちで練習してもちゃんとギターの練習としての努力量、練習時間は蓄積されます。なのでこのアコギもエレキも半分ずつしか上達しないとか、そんなことはありえないですね。むしろまあほぼ同じだけどちょっと違うからコツをつかみやすいってこともあると僕は思うんだよね。あのエレキの方が弦が抑えやすいの、ちょっと柔らかくて。なので F コード、エレキだったら鳴るようになった、でもアコギだとまだ鳴らない、エレキだとこうやって、あ、でもこの感じでアコギでやってみたら、よしこれを意識してみようみたいな感じでなんかできるようになることも結構あるんですよ。めちゃくちゃ恩恵がでかいです。もちろんね、アコギならではの奏法とかエレキならではの奏法、これはまあありますよ。でもそういうのはね、もっと上手くなってきてから出てくるのよ。まあ知らないよ、今これ見てるあなたがどれぐらい弾ける方なのかわかんないけど、でも多分あれでしょ、ある程度弾けてる方ってこの動画に助けを求めてないよね。だって自分で考えられるようになってるもんね。そうなってることをまあのなだなよろしく頼む。はい。なので、エレキばっかり弾いてるとアコギが下手になるよとか言ってくるやつのこと、そこそこ無視してください。でエレキを買っても、まあ、あなたがアコギのことも好きだったらアコギも弾くでしょ。でエレキばっかりになったなら、まあ、つまりはエレキが弾きたいっていうことじゃん。それはそれでいいじゃん、別に悪いことじゃねえよっていう、まあそんなお話でした。そして最後に、じゃあやりたいならやれっていうお話です。これどっちもやったらダメですかっていう、こういう疑問を抱いてる方のほとんどが、つまりどっちもやりたくなってるっていう方ですよね。なんかこう依頼されてとか押し付けられて、まあ、しょうがなく弾かなきゃいけないとかないですよね。もう一回聞きます。どっちもやってみたいんですよね。やってみたらいいじゃないですか。で本当はアコギがやりたいなと思いながらエレキで我慢したり、エレキの音出したいけどアコギだけで練習とか、別にそれ自体にメリットはないと思うんだよね。まあもちろん両方買ったらお金がかかるとか、アコギは音がうるさいとか、そういう話は今してません。どっちもやっちゃダメなのかっていう、そんなこと絶対ないぜっていうお話でしたっていう感じですね。はい、今回はじゃあその3点お話しさせていただきましたが、これまあ特に根拠があるわけではありません、今更ですが。大人数のデータ取ったわけでもないしね。ただまあうちのチャンネルこう見ながらギターを頑張ってくれてる皆さん、コメントくださる皆さんはアコギもエレキも手に入れたって方そこそこいますが、後悔してるっていう方を一人も知りません。みんなそれぞれの楽しさをこう見つけて今日も一生懸命弾いてます。なんかどっちも弾きたいからいつの間に夜更かしして今日も寝不足だっていうやつもいっぱいいます。ざまあみろって感じですよね。あなたはどうすか。本当はどっちもやってみたいのに周りからのこの謎の言葉で惑わされたりしていませんか。極めたいならそのどちらかをずっと弾いてるってのもいいかもしれませんが、あなたが楽しみたいっていうのがこれ一
一番なのであればね、ぜひ両方やってみちゃってください。そしてアコギのこんなとこがいいよとか、エレキも買ったらこんな風に楽しかったよとか、まあそういうのがあったらコメント欄にぜひ書いて、これからアコギも始めようかなとか、エレキどうしようかなとか、なんか迷ってるうじうじくんたちに新しい世界のワクワクをいっぱい見せつけてやってください。コメント待ってます。で、うちのチャンネルはね、アコギを練習してる方、エレキを練習してる方、両方に必要な動画いっぱい出してます。それこそストロークとかコードの押さえ方とか、これ共通だしさ、まあ、エレキの方向けに音作り、アンプ歪みみたいな動画も出てるし、まあ、アコギの保管とかに関しての動画も出てます。まあいろいろ出てます。よかったらチャンネル登録して次の動画もご覧ください。まあつまり俺はもうアコギもエレキもどっちも好きだ。みんなはどうですか？これからも楽しんでいきましょう。それでは他の動画でお会いしましょう。バイバイ。